ロン・フリーマン J ・フリーマン2、1947年6月12日イはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1968年メキシコシティオリンピックの金メダリストである。フリーマンはアメリカ国内ではタイトルとは無縁であった。しかし、1968年のオリンピックシーズンに彼は選手としてのピークを迎える。 オリンピック選考会は、メキシコのコーチを想定して、標高を2250メートルのカリフォルニア州のエコーサミットで開催された。フリーマンは400メートルに出場。レースは1着のリー・エヴァンスが44秒0、2着のラリー・ジェームズが44秒1の世界新記録。共に、トミー・スミスが持っていた44秒5の世界記録を大きく上回るものであった。 フリーマンは二人に次いで44秒6の好タイムで代表に選考された。メキシコオリンピックの400メートル走はアメリカの3人とも難なく決勝に進出を決めた。決勝のレースはアメリカ選手の独占場となる。エヴァンスは史上初の43秒台となる43秒86の世界新。ジェームズも43秒97と続き、 フリーマンは44秒41で銅メダルを獲得した。4以下は45秒台のタイムであった。エヴァンスの世界記録はその後1988年にブッチレーノルズに破られるまで20年にわたり破られなかった。さらに4400メートルリレーのレースは圧巻でフリーマンとビンセント・マッシューズ、ジェームズ、エヴァンスの4人で構成された。 アメリカチームは2位のケニアに3秒以上の大差をつけ、それまでの世界記録も3秒以上更新する2分56秒16の驚異的世界新記録を樹立。フリーマンは金メダルを獲得した。この時樹立した世界記録は1992年バルセロナオリンピックでアメリカチームが破るまで24年間破られない最古の世界記録となった。 表彰式で4人の選手は帽子をかぶり、拳を掲げ、ブラックパワーを誇示する行動をとった。ありがとうございます。